現役ドラフトは成功したのか。2022年に日本プロ野球に新たに現役ドラフトが導入されました。現役ドラフトは出場機会に恵まれない選手の移籍の活性化を図る制度です。12球団がそれぞれドラフト候補をリストアップし、他球団から必ず1人以上獲得するルールにより、12人の選手が新天地に移籍しました。新しい環境で才能を開花させた選手がいる一方で、厳しい現実が待っていた選手もいます。現役ドラフトで移籍した12人は、どのような結果になったのでしょうか。セリーグ。ソフトバンクから阪神に移籍した大竹耕太郎は、現役ドラフトで大成功した選手の一人です。大竹はキャリアハイとなる21試合登板で、12勝2敗と大きく貯金を作りました。防御率も 2.26 をマークし、阪神のリーグ優勝に大きく貢献しています。ソフトバンク時代は強力投手陣、特に剛速球投手揃いの中、クレバーな技巧派の大竹は日の目を見ることがありませんでした。現役ドラフトによるセリーグ移籍は大竹にとって大きな転機となります。球速がなくとも打ち取れる自分の投球スタイルがぴったり合ったのでしょう。制球力と配球で打者を打ち取るお手本のような投球を披露し、ローテーションの中心として一躍チームの顔となりました。そして現役ドラフトでの成功例として大竹と共に名前が挙がるのが中日の細川成也です。細川は DeNA から中日に移籍すると140試合に出場し、24本塁打78打点、打率2割5分3厘と、とにかく打ちまくりました。本塁打と打点はチームトップと打線の中心となった細川。打撃が好調だと相手投手も警戒した投球になりますが、落ち着いて四球を選ぶ選球眼も光りました。シーズン49四球を選ぶなど、出塁率もチームトップの3割2分6厘をマーク。2023年にリーグ最下位だった中日は、打率、得点、本塁打、打点など多くの打撃成績がリーグワーストに沈みました。その中で細川の存在は2024年への希望となったでしょう。細川は環境が変わり、打撃コーチの和田和弘との出会いをきっかけに打撃スタイルを確立させました。日に日に和田の現役時代を彷彿させるスイングになり、今後のさらなる成長に期待がかかります。巨人から広島に移籍した戸根千明も新天地で新たなポジションを見つけた選手です。2022年はわずか9試合での登板でしたが、広島に移籍すると春先からアピールを続け、4年ぶりとなる開幕1軍登録を果たしました。最終的に24試合に登板し、1勝0敗5ホールドをマーク。明るい性格で広島に移籍してからもチームメイトに慕われ、投手陣のモチベーションを上げる役割も担います。シーズン終盤に登録抹消され、悔しい思いをした戸根ですが、2024年の巻き返しを期待するファンが多いでしょう。楽天から巨人に移籍したオコエ瑠偉は、移籍直後こそ活躍の兆しがあったものの、年間を通してレギュラーの座はつかめませんでした。類まれなる身体能力を誇るオコエですが、相次ぐ怪我にも悩まされ、楽天時代は期待されたほどの成績を残せず、巨人に移籍。キャンプからオープン戦にかけて猛アピールを成功させたオコエは、見事開幕スタメンを勝ち取ります。しかし、巨人の選手層の厚さもあり、レギュラーとして定着することはありませんでした。それでも大きな怪我もなく、41試合に出場。打率も2割3分5厘にとどまり、代打としての役割も求められるなど、楽天とは違う課題も見つけられたオコエですが、秋季キャンプも精力的にこなしています。甲子園を沸かせたヒーローが、2024年に飛躍に向けて動き出しました。ロッテからヤクルトに移籍した成田翔、中日から DeNA に移籍した笠原翔太郎は、移籍1年目にして早くも戦力外となります。成田は秋田賞の小さなエースとして2015年夏の甲子園を沸かせました。ロッテ時代は7年間で1軍登板15試合と活躍の場がなく、現役ドラフトでヤクルトに移籍。
ヤクルトには成田と同じように小柄ながら一軍の第一線で活躍し続ける石川雅規が在籍しているため、成田の覚醒を期待する声も聞こえましたが、2023年は3試合登板で防御率 5.40 と結果を残せませんでした。笠原は2023年キャンプとオープン戦でアピールし、開幕ローテーションに抜擢されたものの2試合登板にとどまり、0勝2敗、防御率 4.50 と不完全燃焼に終わります。笠原は中日時代の2019年には開幕投手を務めた実績のある投手です。戦力外通告を受けたもののトライアウトに向けた準備を進めており、笠原の復活を期待するファンも多いでしょう。一方、パリーグ球団が獲得した6人の現役ドラフト選手はどうだったのでしょうか。パリーグ。オリックスからロッテに移籍した大下誠一郎は復活の兆しが見えた1年でした。プロ入団1年目の2020年、支配下登録された翌日に初打席本塁打の衝撃デビューを果たし、北九州弁を交えたインタビューで人気を博した大下ですが、2022年はわずか5試合出場にとどまります。ロッテに移籍した2023年は23試合、打率2割2分7厘、1本塁打、2打点とルーキーイヤーに次ぐ出場試合数を記録しました。パンチ力のある打撃が持ち味の大下は2024年以降も出場試合数が増加する可能性があります。阪神から西武に移籍した陽川直政は移籍直後の期待に応えられませんでした。阪神時代の2018年には75試合に出場し、6本塁打48打点をマーク。しかし、レギュラーにはあと一歩足りませんでした。2022年も45試合に出場しましたが、西武に移籍した2023年は9試合の出場に終わります。打率1割6分7厘、1本塁打と持ち味であるパワーをアピールできず、不本意な成績に終わりました。かつて山賊打線と呼ばれた西武も、ここ数年は打線が沈黙することが多く、パンチ力のあるバッターが求められます。西武移籍後、初打席で本塁打を放った陽川は、2024年の A クラス入りのためにも、勢いのある打線の一員として機能することが求められます。日ハムからソフトバンクに移籍した古川優里は、移籍により出場試合数を減らしました。楽天、巨人に続き、2022年は日ハムでプレーし、34試合登板、防御率 4.08、3ホールドと中継ぎとして機能します。しかし、現役ドラフトでソフトバンクに移籍した2023年は9試合登板、防御率 4.50、0ホールドと活躍の場が減少。日ハムと比べて選手層の厚いソフトバンクに移籍したことで、さらに一軍のマウンドが遠ざかりました。そして古川は2023年オフに球団から戦力外通告を受けます。一軍での登板は9試合に終わった古川ですが、二軍では好成績を収めました。古川は二軍では今季34試合に登板し、2勝2敗、防御率 1.43 と好投。ストレートの平均球速も上がっているという古川は、他球団からのオファーを待ちます。また、ヤクルトからオリックスに移籍した渡辺大輝は1試合に出場し、2打数無安打という結果に終わり、戦力外通告を受けました。広島から楽天に移籍した庄水優也も1試合に出場し、1打数無安打、1四球と1軍でのチャンスを得られず、10月26日に行われたドラフト会議の翌日に戦力外となっています。大竹や細川のような移籍による覚醒もある一方で、厳しい現実も待ち受ける現役ドラフト。2022年から新たに始まった現役ドラフトの総評はどのようなものなのでしょうか。現役ドラフトの評価。現役ドラフトは出場機会に恵まれない選手の移籍の活性化を図る制度です。渡辺や笠原、成田といった1年での戦力外通告という厳しい現実に直面した選手がいる一方で、大竹や細川のような新天地で覚醒をした選手もいます。現役ドラフトについて野球解説者の高木豊は、
改善の余地をこのように指摘しました。細川や利根、オコエ、大竹らはある程度知られていると思いますが、こんな選手もいたの？という選手も指名候補にリストアップされていた。その球団のファンでなければ知らないような選手が他の球団に移ったところでチャンスをもらえるのかは疑問です。これまで活躍できていなくてもある程度は名前が知られている選手を各球団がリストアップする必要性があると指摘します。さらに高木は現役ドラフトに各球団がリストアップする選手のタイプについてこのように語りました。まあまあチャンスをもらえそうな選手、どっちに転ぶかわからない選手、移籍しても状況は変わらなそうな選手です。実施前はチャンスが広がりそうな選手は少ないんじゃないかと心配していたので、蓋を開けてみたら3分の1はいたのは良かった。大竹や細川、オコエなどは移籍発表直後から高木は活躍の可能性は高いと見ていました。環境の変化が選手自身に好影響をもたらす現役ドラフトのあるべき姿と言えるでしょう。さらに高木はこのように続けます。ただ今回は1回目ですから手探りの部分が多かったと思います。1回目の反省を2回目に生かし、2回目の反省を3回目に生かすというように、3回くらいはやらないと判断材料がない。精度を常にブラッシュアップし、より選手が活躍できる精度にする必要があると高木は話しました。それでうまくいかないような結果が続くのであればやめてしまった方がいいと思いますし、代わりに12球団合同トレードをした方がいいんじゃないかと思います。無理に選手を出したり獲得したりするのではなく、チーム状況に合わせた選手獲得を進めることで短期間での戦力外を防ぐことになるかもしれません。2023年12月8日には第2回現役ドラフトが開催されます。ドラフト候補として知名度の高い選手や実績ある選手が予想として挙げられました。ロッテの佐々木千早やソフトバンクのリチャード、巨人の松原聖也、中日の鈴木博などが候補として予想されます。第1回から選手獲得に大成功している球団もあるため、今後の各球団の戦略に注目したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントを押していただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。